又吉がちょっと不安だけど、福地投げさして大原投げさしてってことができるだけまだいいか。加山がちょっとな、加山のこの絶不調が余計、タワダが頑張んないといけないね。スタミナないけどね。山川がミートがあるな。いいんだな、この代打怖いから。大峰足速いね、やっぱ控えが。富塚、石口で、野坂が結構ね復活してるんですよね。能力が蘇った男とかついてね、十分迫力あるんでいいんですけど、まあ9番のまんまにしとこう。2番の太田が打ってんだよな、これがまた。1番の島内もそこそこ打ってて、秋山もそこそこ。ゴダードが結構打ってるな。ゴダードすごいな。1年で首の予定だったんだけど、ここまでやるとは。素晴らしい。あと、峰井の肩が B になってる。素晴らしいな。さあ、これでいこうか。タワーだ、ちゃんと抑えられるか。というか、俺が抑えられるか。いきましょう。ブルースタジアムです。沖縄対阪神タイガース14回戦の模様をお送りしてまいります。沖縄の先発は右の田畑、対するタイガースの先発は右の秋山、以上の両先発。さあ、間もなくプレイボールです。めっちゃ打つやん、3番4番とか。1番も12本打ってんだよ。うわー、抑えれるかね。高い制球力で。さあ、注目の立ち上がり、バッターはロマンあふれる長距離砲エゴ。ちょっと待ってくださいね、相手の能力一体見ましょう。これちょっと強いぞ。うわー、いやー、おー、これ能力落ちた、見れないな。うおー、打つねー、かっこいいね、4番キャッチャー。しかも右投げ右打ちで。高山打つなー、バッ、あ、俺んとこなんで西口になってんのこれ。怪我か。なにー。第9、投げました。なに、まずは外角低め、慎重に攻めて。原口を要注意しとけばいいかな、でも。よし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 。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番、中谷。アベレージヒット。投げた、変化球ストライク、インローへ。すごいな。なんかもうソフトバンクといい、阪神といい、なんで強いチームばっかなんだろう。もうちょい弱いチームとやりたかったな。面白くないんだろうけど。どこ投げよう。ここらへん。投げる球がねえな。ここらへん投げとくか。よし。フラフラっと上がった打球はファーストフライ。よし。これで2アウト、ランナーありません。バッターは蘇った男、雄平。投げた。打った。お、やったね。球数少なくいけたんじゃない？取ってアウト、スリーアウトチェンジ。そうでもない。ただ、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。沖縄。うちのゴダードすごいな、やっぱ。26本だもん。1回の裏、沖縄攻撃に入ります。打てよ。バッターは島内。頼むよ。よし、打ちました。初球打ち、失投から来たね。ボールが転がる。ただエゴシとか肩強いからな。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。頼む太田。第9、投げました。カットボールね。まずは見送りました。第2球、投げました。あ、やばい、打ちました。ファールフライか。サードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは頼む変わりません。秋山。第9、よーし、素晴らしい。次はゴダード。沖縄先制のチャンスを迎えます。第9、あーくっさ、力んだか。セカンドフォースアウト、力んだかって言うとゴダードが力んだみたいになるけど、俺が力んだんだよな。いい球来たと思ってしまった。沖縄先制のチャンスを逃しました。あ、そうそう、1位なんですよ。ダブルプレーでチャンスを潰しています。素晴らしい。2回の表、マジックついてるし、多分優勝間違いないんじゃない？さあ、次の投球、
よし。山城はずっとなんだかんだ言ってセカンドのレギュラー。第9投げました。もう危ねえ。第2球投げました。なあ、ワンボールワンストライク投げた。よし、さあ4球目。ダメか。よし、打ちました。大丈夫、間に合う。よし、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番。ややこしい名前。第9投げた。直球ストライク、アウトローへ。バットって。タイミング合いません。スライダー見送ってストライク、追い込んで第3球を。よし、今のはいい。三球で仕留めてみせました。西口、富塚、峰井。二回の裏、沖縄攻撃に入ります。バッターは近畿のスラッガー西口。近畿の。悪球打ちだけどダメだ。下がって取りました。これでワンアウト。いい感じかなと思ったら。バッターは六番富塚。頼むよ。アウトロー。富塚はね、弾道が4あるからホームラン打とうと思えば打てるんだよね。よし、よし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 。富塚ナイスバッティングです。で峰井か。最近は3割いかないな。取られるかな。よし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 。今日は当たりが良すぎてみたいな話じゃないな。チャンス B か。ボール、まずは外角。頼む、打ってくれ。第2球投げました。わあ、危ねえ。第3球カーブ、危ない球。投球これから4球目。よし、レフトの左。ああ、切れた。追い込んでから第5球打ちました。ピッチャー、いけた、いけた。いやー、ダメか。ピッチャー返し、2塁ホーム。ダメか。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。くっそー、腹立つ。バット、セカンド、あれバットだろう。今日2回目の併殺でこの回、3回の表。ゴメスか、まだいるのか。バッターは頼れる助っ人ゴメスとはいえよ。通算155本塁打まであと9本としています。そんな打ってんのか。投げました、決まってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。フレーボール、カウント1ボール2ストライク。よっしゃ、空振り三振、2者連続三振。バッター守備の名手今成。よー、いいコース、決めてきました。投げました、振ってくれなくなったな、なんかみんな。第3球を投げました。おー、よく見極めたな今の。次は4球目投げました。おーし、見逃し三振。なんだ、みんな振らないな。バッターは9番吉崎。吉崎投げた。9番ショートとかなんかもう投げた。ストライク、懐かしいな。なんか追い込んで投げた、打った。よし、山城掴んだ。一塁へ、よしよしよし。アウト、スリーアウトチェンジ。田畑、下位打線を三者凡退、零点に抑え。うわ、藤波すごいな、やっぱ。3回の表が終わって0対0。ただホーネッツもやるやろ。沖縄、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは蘇った男、野坂。野坂打ったろ。投げた、初球。よっしゃー、おー、これセカンドいける。野坂一気に、足早いからね、こっちも。野坂、いやー、よかったよかった、強振して正解。ボールか。まずはアウトロー、慎重に攻めてきます。あ、打ちました。悪い癖、ずらして打ち上げるってやつ。掴みました。これでワンアウト。太田は二塁、変わりません。強振がいいのかな。第9投げた。あー、なんでそんなボール球振ったんだ俺。取りました。くっそー。これで2アウト、ランナーは2塁、変わりません。ヒットヒット、あ、焦るな。球投げました、ストライク。あ、打てたね今の。第2球投げました、打てた。ストライク、バッター追い込まれました。ストレートだろ次。投球は3球目投げました。カットか、ボール、カーブきそうだな。ストライク、さあ4球目ボール。全然当たらん。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、カットボール。ボール球打った、ライト前進。走った、いけ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 、よっしゃ、イエーた。1対0。よし、先制点、ありがとう秋山、素晴らしいね。カットボールを、インコースのカットボールを引っ張って、なんとかポテンヒット。バッターは覚醒した男、ゴダード。覚醒した男。第9
投げました。低め。そうだね、こいつフォークもあるんだな。第2球投げた。あ、今、あ、くそー、ダメだ。プレイヤーがチャンスに弱い。ブルースタジアムからお送りしております。いやー、阪神タイガース、ホエールズのアマダーが2位なの。すごいな。ゲームは中盤戦に入り、誰アマダーって、あの日本ハムにいたやつかな。第1打席はショートフライに倒れています。おお、いいコース。江越パーヒッターあるの。決まったストライク。第3球を投げた。インロー。よし、空振り三振。田畑、見事なピッチングです。第9投げた。ストライク。よし、まずは入れてきました。投げた。よーし、インローへ。第3球を投げた。やっぱ打たれたか。同じコースにダメだな、やっぱり。投げました。よし、高めいっぱい、見逃し三振。第9初球。よし、結構隅にバシバシ決まるな。打った。1、2塁歓迎。山城ボールを掴んだ。よし、危ない。アウト、スリーアウトチェンジ。田畑、いや危なかった。素晴らしいピッチングを見せています。4回の表が終わって1対0、沖縄1点リードは変わります。はいはい。4回の裏、沖縄攻撃に入ります。バッターは近畿のスラッガー西口。第1打席は内野フライに倒れ、あー、くー、高さが違う。ミートガースの高さが違う。ランナーはありません。バッターは6番富塚。もう1点か2点欲しいな。投げました。インコース低め、ストライク。まずは見送りました。ここら辺が欲しいな。第2球、そっち行き過ぎだな。ここら辺打ちにくいんだよ。落ちろ。あー、やっぱ弾道が高いから。噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはスイッチヒッター峰井。第9、バーンと飛ばそうか。危ない球。でも峰井のパワーじゃな。第2球飛ばして投げました。ボール、カウントは2ボールノーストライク。大きく外れてるな。またインコースか。投げました。打ちました。おーい、当たってたけど。スタンドに入りました。ファール。じゃあアウトコース違うやん。あー、正面。くそー、調子乗った。アウト、スリーアウトチェンジ。沖縄結局この回3人で攻撃。うわ、次原口からか。4回の裏が終わりまして1対0。原口パワー B もあるのんだ。バッター、強打の名捕手原口。名捕手扱いだよ。肩だってそんな強くない。おい、一塁。あれ、切り替えのどうすんのかな。俺未だに分かんないんだよ。一塁がぐーって走っていくだけみたいな。第2球投げた。打った。よし、ファールファール。スタンドに入りました。ファール。フォークで終わりやろ。投げた。打ちました。当てやがった。第4球を投げた。打ちました。野坂、無理やな。ヒットになります。うまく打ったわ、バッターが。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。よく流すな、あのコースを。今日2度目のバッターボックス。さあ、次の投球打ちました。よし、あー、ゴロになってくれたよかった。投球は3球目、投げた。おつけて打った。うわ、ファーストジャンプ。あー、無理か。投げました。ボール、くそー。2ストライク。投げました。打った。やばい、打たれるぞこれ。第6球は外れた。ボール、くそ、振りゃ振りゃせんわこいつ。打ちました。もう投げる球ないよ。第8球は打ちました。いいよ、ほらヒットやろ。やっぱあの感覚はヒットなんだよ。バット、いいバッティングを見せました。バット、いいバッティングって。投げました。初球に送ってストライク。まずは決めてきました。投げました。落とした空振り。よし、追い込んでから第3球を流し打ち。どうだ。ここでファールされるのが嫌なんだよな。第4球を投げました。見逃し。よし、左バッターボックスは8番今成。第9投げた。アウトローを際どい。あー、ボールか。慎重に攻めます。よし、投げた。ボール、完全なボール球。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。よし、第5球投げた。変化球。よっしゃー。よし、三振でピンチをしのぎます。よしよしよし、素晴らしい。自分で言うのもあれだけど、ピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。いやー、なんとかなった。球数投げさせられたな。沖縄攻撃に入ります。トップバッターは坂東監督が見える。
球。よし。投げた。初球を。あ、いいね。その抜き方、それはいいんだよ。横に抜くぐらいはいいんだけど、下はね、フライ上がっちゃうから。バッターは蘇った男、野坂。野坂は結構打ちやすいんだよな、なんか知らないけど。今のも打てるって思ったけど、カーブは怖いから。あーまずい。まあゲッツーはないでしょ。アウト。うん。ワンアウトランナー二塁に変わります。送りバント。島内。第9球投げました。ボール。高めからフォークか。危なくない？第2球。縦のカーブ。ボール。なかなかないよね、ここからフォークって。ボールノーストライクです。振り返って二塁牽制球。来い。ストレート。これから3球目。打ちました。アウトか。前進。取りました。これでツーアウト。ダメか。頼む太田。打ちそうなフォーム。来い。投げました。打った。ダメかな。あ、いける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 。バックホームする。ちょっとタイミング遅かったよ。よっしゃ。1点入った。よし。ライトのタイミングちょっと取って投げるの遅いなと思ったら。セーフなったね。ここちょっと遅いんだよ、ね、よしよしよし。2点はね大きいよ。バッターは海を渡ったスラッガー秋山。スラッガーなの秋山って。投げました。見送ってボール。最多安打の記録持ってんだよシーズンの。第2球投げました。完全に200何何歩だっけ、216だっけ。第3球を投げました。あ、いい感じに力抜きやがったこいつ。いいやないか。よしよしよし。さあゴダード頼むよ。この全力ストレート打てんだよな。打てないんだよな。どこだろう次。やったー。これいったろ。え、何ジャンプすんなよ新庄のキャッチみたいな。ちょっとジャンプすんだよ新庄もキャッチするとき。カッコつけやがってエゴシ。くっそやるな、やっぱ足早いなエゴシは。センターいったら大体アウトだ。よしフォークをすくい上げて打ったね。これでワンアウトランナーはありません。やりやがってこの野郎。今日はショートフライと三振。見送ってストライク。これで追い込みました。投球はこれから三振。ストレート外して。よし。空振り三振。エゴシ全くタイミングが合いません。第9投げた。外角低め。いいよいいコースに。投げた。スライダー空振り。よし。これで追い込みました。投げました。打った。ああ。第4球を投げました。アウトコース。よし。空振り三振。素晴らしい。タワーだ。ほんとコントロール良くなったから投げやすいわ。これ対人っていうか、あの人と戦うとコントロールいい投手は打ちやすかったりするよな。コンピューターもそうかな。お、やった。やったね。イチローみたいなヒット。よし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 。富塚飛ばしてやるか。カーブか。投球これから2球目。ボール。カウントワンボールワンストライク。いいコースにフォーク投げるな。第3球を投げました。ああくそ慣れてないわ。第4球を投げました。縦のカーブ。ボール。ああいうの打てないんだよ。ツーストライクです。第5球投げた。ボール。はっきりした。何変化球。スリーボールツーストライク。ストレートやる次。投げた。内角低め。くさあ。変化球にやられました。くさ。普通に負けたわ。やった。いけ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 。サードで止まるかな。よし。いけ山城。カットボールこいつ嫌だな俺。これも嫌なんだよ。やってもうた。吉崎掴んだ。アウト。ねえ。アウト。ランナーは二塁三塁変わりません。頼む野坂。第9投げた。見送ってストライク。いやーいいコース投げるな。打ちました。あ、何今の音。こっっていう。投げました。打った。1、2塁。あーダメか。ボールを掴んだ。1塁送球。やった。
いやーバットあいつ調子乗ったなー、よっういみたいな感じで投げたから点入っちゃったよ。内野安打内野安打、もうちょっと強く投げなきゃ。野坂だからね。いやたまたまとはいえよくやったよ。よし入った、これはよし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 。あれめっちゃ怒られるパターンだよ、タイマンプレーとか言われちゃうよ、バットのプレーは。いやホームラン、ホームランこれ。ホームラン打ったらもうダメ押し。カットボールか。カウントは2ボールノーストライクです。打ちました。あーやっちゃったかな、やっちゃったね。これで3アウト。うわブルースタジアムからお送りしております、沖縄対阪神タイガース中盤まで終了し、いやいやでも良かったよ、いいイニングではあった。いよいよ終盤戦に突入します。野坂がやっぱいいな。今日はファールフライとセカンドゴロ、スライダー見送ってスライダーがすごいわやっぱ。投げました、2球目ストライク。よし簡単に2ストライク追い込んだ。投げました、打ちました、よし引っ掛けた、よし、よし、キャンバス踏んで、インコースのスライダーあえて引っ掛けるんだな。ランナーはありません。投げました、ストレートはボール、大きく外れました。原口が絶不調なのが大きいな。カウントは2ボールのストライク。あら第4球を投げた、決まったストライク。よし投げた、見送ってストライク。よしさあ6球目投げた、スライダー、よしバッターは5番、スリーボールから三振は嬉しいな。第9打ちました、初球打ち。うわわわ、なんて球打つんだあいつ、なんて球をなんて方向に打ち返すんだあいつは。7回の表が終わって4対0沖縄、4点リードは変わりません。7回の裏沖縄ラッキーセブン、ちゃんとフェアゾーンに飛ばせるってすごいな。スラッガー秋山、今日は3安打猛打賞。初球ストライクから、ホームラン狙いしてみようか。投げた、打った、痛烈な当たり、おー飛ぶね、あー早っ。これでワンアウト、ランナーはありません。センターはダメやっぱ。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。何ゴダード打って、投げた、ボール大きく外れた、ダメか。カウントワンボールワンストライク、ストレートは来ないな。これから3球目きたー、ホームランホームラン、アウト。なんだよお前パワーねえな、思ったより。そればっかだなお前も今さっきから。頼むわゴダード、もうなんちゃってホームランばっかじゃん。投げました、ボール攻めてきます、カウントは2ボール。第3球来い、ホームラン打ちました、いい当たり、行ったセンターへ上がった、あー行けやせんけど、うわでもすごいな英語氏今追いつかれたぞ。西口ツーベースヒット、いやセンターは危ないなやっぱ。あこんなん出るんだよな、そういや余計なことしたな。ある程度点取ったらあえてチャンス作らないというのも手だな。よしうまくすくった、入ったねこれは点が。よしよしよし、これでディフェンスのチャンスは潰した。森谷ドラフトの選手か、もう知らない選手が多い。おい何これすごいね、へえすごい選手がいたもんだ。ドリスすごいなこれ。他はヘンリンソン、こいつもすごいな。阪神強いじゃないか。モリア投げました、初球打ちました、早っ。センターフライだ、浅い当たり、153か、しかもサイド気味で。7回までが終了しまして5対0沖縄リードを5点としています。ありがとう富塚。8回の表これからタイガースの攻撃、ややこしいやつだな。この回の先頭バッターはバット、この回の先頭はややこしいやつバット。初球決まってストライク、やっぱアウトローのストレートバシッと決まると嬉しいな。第3球を投げた、
来い。ダメか。ただメジャーリーグではアウトローのストレートっていう常識は通じないっていうふうにマー君が言ってた。なんかインタビューで言ってたんですよね。あれはどういうことなんやろうね。当てちゃうってことなのかな。あ、やばい、入るね。あ、よかった。よし。うちのセンターも優秀だからな。来い。よし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 。おお、いいコース。ちょうどボールになる。タワーだ、すげえな。沖縄5点。8回の裏、沖縄攻撃に入ります。先頭バッターは山城。山城。第9。男前だな、やっぱ。投げました。インコース低め。ボール。うわ、ムービングか。めんどくせえ球投げやがって。投げました。ボール。カウンター2ボール。うわ、めんどくせえな、あれ動くんだよ。どっちに動くか分かんないの、しかも。投げました。打った。落ちろ。ダメか。ライト取りました。これでワンアウト。ランナーは阪神も外野いいな。蘇った男野坂。今日はここまで3打数2安打。頼むわ。縦のスライダーボール。くぇ、変化球それしかないのに。投げました。直球見送ってストライク。投球はこれから3球目。ムービング気にしちゃってる。速球ストライク。インロー。うわぁ、ここからここか。投げました。ボール。内角高め。カウントは2ストライク。打ちにくいこいつ。投げた。変化球。ああ。打順は1番に返って。打ってねえよあんなの。4打数2安打。投げた。初球打った。落ちろ。レフト前に出る。取ってこれ。落ちリーアウト。ってないね。沖縄三者凡退に倒れました。森谷すげえ。8回までが終了しまして5対0。やるな。沖縄この回の攻撃は0で終わって。さあいよいよ最終回。この回のトップバッターは。さあタワダ完封できるかな。完全に外れたボール。第2球投げた。もうちょい。よしよしよし。投球は3球目投げた。ここでフォークを見送ってストライク。振ってくれないが。ストライク追い込んでいます。打ちました。山城バックしていった。ワンバウンド。ああ取れたのに。吉崎いいバッティングを。操作ミスか。バッターはロマンあふれる長距離砲エゴ。ここまで2打席で。よし。投げました。ボール慎重に。入らない。カウントワンボールワンストライク。ダメか。完投できないかも。山城交代。あーでも打ち上げてくれたな。セカンド掴みました。タワダ完封勝利まであと2人。バッターは2番中谷。ここまで2打席連続完封は初球からやってほしい。フラット上がった。ショート落下点に入りました。よし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 。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げました。外角低め見送ってよし。ボールカウントワンボールワンストライク。ストライク。よし。いよいよあと1球。打ったこれは。ああ、いっちゃったよ。くっそ、引っ張ったのがミスか。雄平は引っ張ったんだけど、こっちもタワダを引っ張ったからな。タワダ引っ張ったのミスかも。まああとちょっとコントロールが、ね、悪くなったからね、思ったとこに来なかったってのもあるけど、バッターは強打の名捕手。いやー、交代かな。残念やけど、ここは誰にしようか。宮國に行かせる必要もないかな。福地の方が調子いいから福地にしよう。沖縄ピッチャーを変えてきました。田畑降板。マウンド上は覚醒した男福地。今日2番手としてマウンドに上がります。福地早いチェンジアップ。うん、相手4番か。全力でいこう。ボール膝元外れます。2球目空振り。少し迷ったか。よし投げました。インコース高めストライク。よし投げました。もう一発。チェンジアップはボール。完全なボール球。カウント152キロ。よし空振り三振。完璧。見事勝利を収めました。一人の打者だけだけど、うわ惜しいな。あの最後の投げミスさえなければ完封だったんだけど、まあ今回はねようやくもともといるチームに勝てたんでね、新規参入じゃなくて。今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一
戦は5対2沖縄勝利しました。勝利投手は田畑、敗戦投手は秋山、実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。さあリプレイがあるのかな。ゴダードゲッツーに取るとこから始まるの、勝ったのに。いいとこから始まったよ。はい、それでこれもゲッツーのシーンかよ。もうちょいいいシーンないんか。阪神のなんかホーム球場みたいになってんじゃん。おお、素晴らしい。え、それだけ？ああ、これね。引っ張ったやつね。これは大きかったね。で、三振。おお、いい子、いいアングル。ああ、で、太田か。なんか、ポテンヒットみたいなんて多いな。あ、そっか、投げる時のちょっとしたラグがあったっていうやつね。で、野坂か。野坂は地味にいい働きしてたな。いやー、ありがたい。野坂、もうちょいパワーとかね、ミートが上がってくれたら完璧なんだけどな。いや、島内か。ピッチャーも秋山だからややこしいんだよな。で、最後のこれツーランね。ほんと、雄平は儲けたね。ホームラン一つ。疲れ切ったピッチャーから打ってんだから。で、田和田が1勝、秋山が7敗か。4勝7敗。雄平が18号。他球場もまあ普通になってきたな。ただゲーム差がやっぱ広がりすぎだな。各球団の選手をなんかドラフトみたいな形にして好きな順番に選べるように知ってきたらいいのにな。新規参入球団作るときとか。そしたら選手はバラバラになるけど戦力はそこそこ同じぐらいになりそうだから。ありがたいんだけどな、こういう企画するときは。あー、やっぱ怪我か。打撲か。壁にぶつかるなど転倒する。そんなこといちいち読む必要もなかったけど。ではね、今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお待ちしております。 Twitter やノート、ホームページなどもやっておりますので、そちらの方もよろしければご覧ください。それでは今回ここで失礼いたします。さよなら。